北方地域とは、歯舞軍島、四股丹島、国尻島、エトロフ島及び内閣総理大臣が定める、その他の北方の地域、いわゆる北方領土のこと。北方領土問題については、北方領土問題の項目を参照のこと。北方地域は、いわゆる北方領土のことで、北方領土問題等の解決の促進のための、特別措置に関する法律二条一項では、 ハボマイ群島、シコタン島、クナシリ島及びエトロフ島とされ、内閣府設置法第史上第1項第13号に規定する北方地域の範囲を定める政令では、ハボマイ群島、シコタン島、クナシリ島、エトロフ島及び内閣総理大臣が定める、その他の北方の地域とされる。この地域は、日本の都道府県の区分としては、北海道の一部とされ、 根室振興局の所管区域である。市町村の区分としては、タン丹シコタ丹村、国尻パ白村、道頓めよ別村、江戸ろ夫群流別村、シャナ社シャナ村、シベドリ群シベドリ村及び根室市の一部とされている。なお、戦前において、北方領土とは、フト千島列島、北海道などを指し、南方領土に対する形で、 北の領土という意味で用いられていた。なお、現在、北方地域については、日本の実効支配が及んでいない状況にあるため、国勢調査の対象地域から除外されている。エトルフ島のサンプ山と北サンプ山北方地域の面積は約5036平方キロメートルで、千葉県とほぼ同じ広さを有する。その中で最も、北海道本島に近いマイ群島は、 北海道根室市の東端である根室半島の野サップ岬の沖合 3.7km から北東に点在する。これらの4つの島が主張されている。北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律11条には北方地域の村の町の権限に属する事務に関する定めがある。道場によれば、羽生前群島を除く 北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務、等及び、北方地域の村の町の権限に属する事務は、当分の間、法務大臣、総務大臣、北海道知事等が、北方領土隣接地域の島田は、町の町の,町のうちから指名したものが干渉するされ、実際には、根室市長が指名されている。なお、北方領土隣接地域とは、北海道根室市、野付郡別海町、 死別郡中死別町、道郡死別町及び、目なし郡ラウス町の区域を言う。ありがとうございます。